第一映画部隊は第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空軍が有した部隊である。後に第十八陸軍航空軍基地部隊と改称した。当時の陸軍航空軍における主要な映画制作部隊であり映画業界関係者のみで構成された最初の部隊であった。彼らは実用性だけではなく娯楽性も重視したプロパガンダ映画及び訓練用映画を400本。 以上制作した。リシスティング・エネミー・インタロケーション、メンフィス・ベル、エーストーリー・オブ、エーフライング・フォートレス、ザ・ラスト・ボムなど、第一映画舞台が手掛けた作品はすべて劇場で公開された。クラーク・ゲーブル、ウィリアム・ホールデン、クレイトン・ムーア、ロナルド・レーガン、ジョン・スタージェスといった著名な俳優、監督が所属していたことでも知られる。映画制作のほか、従軍カメラマンの訓練、 教育も第一映画舞台の任務であった。1943年には、ファーストモーションピクチャーユニットと題された第一映画舞台に関するドキュメンタリー映画が自主制作され、アナウンサーのケンカー・ペンターがナレーターを務めた。1941年12月にアメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦したとき、陸軍の各種映画制作は、 陸軍信号隊が担当し、陸軍の一部局である航空軍の映画も信号隊が手掛けていた。しかし、航空軍司令官ヘンリー・アーノルド将軍は航空軍の独立性を強調するためにも独自の映画撮影部隊が必要だと考えていた。1942年3月、アーノルドはワーナーブラザース社長、ジャック・ワーナー、プロデューサーのハルビー・ウォーリス。 脚本家の応援クランプらを招き、新たな映画撮影部隊の編成を依頼した。この際、ワーナーには、中佐、クランプには、大尉の階級が与えられたが、ボリスだけは、航空軍将校の肩書きを辞退している。当面の問題は、航空軍への志願者及びパイロットの不足であった。アーノルドは少なくとも10万人のパイロットが、必要だと伝えた上で、 ワーナーブラザースと契約を結び、こうして、志願兵募集映画、ウィニング・ユア・ウィングスが制作された。ウィニング・ユア・ウィングスの監督はクランプで、ジェームズ・スチュアートが主演した。スチュアートの演じ体制の良いパイロットのキャラクターは、アメリカ国民の抱く、航空軍パイロットの印象を大きく変えたと言われている。この映画はわずか2週間で制作されたが、映画としては、大成功を収め。 アーノルドはこの映画によって10万人のパイロット、志願者が集まったとしている。なお、ワーナーブラザースではこれ以前にも、メンオブザスカイ、ビヨンドザラインオブデューティー、ザリアガナーといった航空軍関連の映画を制作している。ウィニングユア・ウィングスの成功によって、さらなる訓練、宣伝映画の需要が生じたが、ワーナーブラザース一社のみでこれを満たすことは、非常に困難とされた。これを受け、 ジャック・ワーナーは独立した映画舞台の編成に着手した。この舞台には訓練、宣伝映画の制作及び従軍カメラマンの訓練という二つの任務が課されることとなった。こうして映画業界関係者のみ所属する部隊が歴史上初めて編成されたのである。1942年7月1日。 航空軍の常設編成としての第一映画舞台が正式に発足した。創設メンバーのうち主要な人物としては、部隊長、ワーナー・中佐クランプ大尉・隊員ノックス・マニング大尉・隊員エドウィン・ギルバート将・少尉ロナルド・レーガン将・少尉オレン・ハグランド・ゴ長がいた。部隊の拠点は当初カリフォルニア州バーバンクにあった、ワーナー・ブラザース本社横に設置され、後に、 ハリウッドのバイタグラフスタジオに移った。しかし、バイタグラフは当時10分に管理されておらず、第1映画舞台が必要とする大規模な撮影を行うこともできなかった。この頃、クランプは偶然にもカルバーシティでハルローチスタジオという撮影所を借りることに成功する。作家マーク・ベタンコートによれば、この時、ハルローチスタジオの各設備は完璧な状態であったという。 スタジオには映画舞台が必要とするすべてのものが揃っていた。6棟の倉庫ほどの大きさがある防音撮影所、小道具倉庫、編集室、衣装、化粧部屋、そして街の大通りに見立てられた屋外セット、14エーカーほどの広さで数十棟の建物で構成されていた。10月には舞台の移動が完了し、以後スタジオはホートローチの愛称で呼ばれた。同時期に、 ワーナーは社長業務に戻るため部隊を離れ、スタントパイロットのポールマンツ中佐が新たな部隊長に就任した。ホートローチ勤務時のロナルド・レーガン隊がいい映画部隊には当時有名だった業界関係者のほか、戦後になってから映画界で頭角を表す者も勤務していた。例えば俳優のクラーク・ゲーブル、ウィリアム・ホールデン、アラン・ラット、監督のリチャード・エルベア、 ジョン・スタージェスらである。後に合衆国大統領となるロナルド・レーガンは、もともと騎兵科の予備役士官で、第一映画舞台での勤務を通じて大位まで昇進した。彼は、ホートローチの人事担当士官勤務を経て、舞台長副官に任命されている。当初はレーガンを含む多くの俳優が映画に出演していたが、彼らが登場することで観客が映画そのものに、 集中しないと考えられたため、以後こうした俳優らは主にナレーターを務めるようになった。隊員募集に関し、第一映画舞台では他の軍部隊と異なる独特の手法を採用していた。隊員は戦闘任務に不適とみなされた中年の将兵ばかりで、ほとんど前線に派遣されることはなかった。映画制作という任務の特殊性から、舞台は、 通常の志願者募集ルートから切り離された独自の採用権限を与えられていた。基礎教練も通常部隊ほど厳格には行われなかった。元隊員、ハワード・ランダースによれば基礎教練は必須とされていたものの、それは基本的な基礎教練ではなかったという。陸軍の礼式もフォートローチでは重要視されなかった。敬礼は任意とされ、隊員らは ファーストネームで呼び合っていた。また、ホートローチには弊社もなかったため、ほとんどの隊員は自宅から通勤していた。自宅が遠いものは、ホートローチからほど近いページ軍学校に宿泊していた。第一映画舞台の撮影班第一映画舞台が最初に手掛けたプロジェクトは、飛行訓練補助用映画、ラーンライブだった。この映画は、パイロットの天国を舞台としており、 長編映画のスターだった俳優がキビーが、セーペトロ役で主演した。劇中では、正しい飛行技能を示すため、初歩的な充実のミスについて解説される。リシスティング・エネミー・インタロゲーションは、ドキュメンタリー作家、グレゴリー・オアによって、第二次世界大戦中に制作された、最高の教育映画と評された。リシスティング・エネミー・インタロゲーションでは、 捕虜となった二人の飛行士を中心に物語が展開し、彼らはドイツ軍が駐屯するシャトーにて尋問を受けることになる。1944年度アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされている。セルアニメは第一映画舞台において不可欠な技術となっていた。技術上あるいは機密保持上の理由から実写撮影が不可能なシーンはアニメーションで描写された。 ある訓練映画では、主人公のパイロットがスラスト、グラビティ、ドラッグというキャラクターの力を借りて、飛行技能を身につける。このキャラクターは飛行中の航空機に働く力を表現したものだった。迷彩塗装に関する教育映画には、ミスターカメレオンなるキャラクターが登場した。ポジションファイヤリングには、航空機重視のトリガー上なるキャラクターが登場した。 トリガー・ジョーはユーモラスな描写でありがちな失敗を紹介しつつ射撃技術に関する技能教育を行うアニメーション作品だった。この作品に関し、ある航空機重視はポジションファイアリングみたいな映画がもっと必要だ。理論を単純明快にする上、我々を飽きさせない。それに、トリガー・ジョー。彼は最高だ。と語った。その後、ジョーは、 航空機重手に関するすべてのアニメーション作品で主人公を務めた。アニメーション部の部長はルーニートゥーンズやメリーメロディーズの作者の一人、ルドルフ・アイジングで、その他にもナイン・オールドメンの一人であるフランク・トーマスなど、当時の有名アニメーターらが数多く在籍していた。第一映画舞台に課された最も重要な任務の一つは、対日空襲作戦に用いる誘導資料を呼び、 死刑資料を作成することだったこの任務は極秘扱いとされ、一連のフィルムは第152特殊映画計画のコードネームで呼ばれていた。グレゴリーワはおそらく第1映画舞台に課された最も重要かつ困難な試みだったと評している。第1映画舞台は B-29 爆撃機乗員向けの資料映像を制作することとなり、 40日の期間が与えられた。特殊映画に用いられたジオラマ。1945年公開の短編ドキュメンタリー、プレパレーション・オブ・スペシャル・ブリーフィング・フィルムズより1944年、太平洋戦線に展開するアメリカ軍は、日本本土に対する攻撃準備に着手した。一連の爆撃計画は、第二十空軍に託されたが、彼らは、 航路や標的を決定するための情報を書いていた。オアはこれについて、次のように述べている。すべてのランドマーク、チェックポイント、侵入地点、投下地点、すべてのレーダー拠点、港湾内のすべての日本海軍艦艇、すべての鉄道、建築物、森林、水田、こうしたものは晴天なら肉眼で目視しなければならなかったし、またどん点でも、 レーダー越しに確認できなければならなかった第一、映画舞台は、日本の地理に関する調査研究を経て、爆撃対象地域を再現した面積 80x60 フィート、縮尺1フィート、1マイルの巨大なジオラマを制作した。このジオラマでは、山岳や建築物、鉄道、水田などの地形が再現され、雲や霧が書き込まれていた。撮影には専用の固定式、 オーバーヘッドカメラが用いられた。このカメラは、モーター駆動式で、航路に沿って動かすことで、対象地域上の飛行をシミュレートすることができた。ザ・ニューヨークさんが見によれば、カメラの映像は、高度3万フィートから、B、B-29 爆撃機乗員が目にする光景を、再現したものだった。第29軍の将兵は、この特殊映画を用いることで標的を容易に発見し、 ジオラマの精密、正確さに驚いていたという。アーノルドは第二十空軍による爆撃成功の後、特殊映画に関して危険な任務に従事する者たちへのブリーフィングを行うにはこれほど便利なものはないと語った。1945年5月にナチスドイツが降伏すると、アーノルドはクランプに対し爆撃による被害程度を調査して報告するように命じた。 この調査計画は第186特殊映画計画のコードネームで呼ばれた。クランプと彼の部下はカラーフィルムを用いてヨーロッパ各地の主要都市で爆撃被害の調査を実施した。また、元ドイツ空軍総司令官ヘルマン・ゲーリング元帥らをはじめとする連合国軍側が確保した旧ナチスドイツ要人のデブリーフィングを記録したほか、 オールドルフやブーヘンバールトなどの強制収容所をアメリカ軍人が解放する様子もクランプのクルーによって撮影されている。後に脚本家マルビン・ワールドは収容所に関するフィルムを最初に見た時を改装し夏の日だったがそれにもかかわらずレーガンは震えて出てきたみなそうなった。我々はああいうものを目にしたことがなかったと語った。クランプらによる撮影時間は 合計100時間分にもなったが、その大半は人の目に触れることはなかった。制作コストは100万ドルと見積もられており、これを受けた航空軍が資金の提供を拒否したためである。後に制作されたドキュメンタリー作品、ザ・ストーリー・オブ・スペシャル・フィルム・プロジェクト186において、この計画は第二次世界大戦における最大のカラーフィルム撮影計画と、 史上最長の未使用フィルムと評された。従軍カメラマンの訓練も第一映画部隊の主要な任務の一つだった。訓練部隊は、ページ軍学校近くに駐屯し、士官7名と下士官兵20から30名からなる戦闘部隊が16個程度編成されていた。彼らはカメラや撮影機材の運用方法及び武器の使用と戦闘に関する訓練を受けた。彼らは、 核作戦及び空戦戦術、敵航空機情報などの調査を実施するため、すべての航空軍基地に派遣されていた。第一映画部隊の上勤隊員と異なり、前線に派遣された従軍カメラマンからは、多数の死傷者が出ている。ホートローチ出身の従軍カメラマンの多くは何らかの勲章等を受賞していたという。ジェームズ・ブレイ中尉は、ホートローチで訓練を受けた後、 回路に展開する第9空軍に配属されたカメラマンである。撮影任務中に機銃手が負傷した際、ブレイは自らこれを代わり、2機のメッサーシュミット戦闘機を撃墜した。この英雄的な選考から彼は主君機構十字章を受章し、後にホートローチに戻って教官を務めた。第一映画舞台に所属する大半の将兵は、 戦闘任務に従事しなかったものの、戦争遂行のために大きく貢献した。国立航空宇宙博物館が発行する雑誌、エアースペース、スミソニアンでは、航空軍がヨーロッパの制空権を確保に成功した背景には、第一映画部隊が制作した訓練映画の影響が一部あったと指摘されている。 ドイツ国防軍最高司令部総長ビルヘルム書いてる独陸軍元帥は映画制作部隊の役割について次のように語った。我々の計算は完璧だった連合国が人々を戦争のために訓練するスピードを除いては。我々の主要な誤算は映画教育による習熟の精度と速度を過小評価した点にあった。アメリカ軍は 映画教育の成果を見過ごすことはなかった。群上放送幹部は報告書の中で映画部隊の活動を次のように評価した。第一映画部隊の誠実にして愛国的な将兵閣僚が果たした多大かつ目覚ましい成果に言及せず結論をもたらすことはできない。彼らは多数の教育、訓練映画を制作した。その多くは映画としての芸術性も 訓練用機材としての効率も、その他あらゆる基準において、標準以上に優れたものだった。第一映画部隊の隊員はおそらく、軍人としてよりも民間人としての所得の方が、大きいだろう。彼らは任務に誇りを持っているし、そうするだけの権利がある。同じことは戦闘撮影班に対しても言える。歴史家、ジョン・ランゲリアは、第一映画部隊が撮影した、 大量の映像について触れ、次のように語った。あなたが、ヒストリーチャンネルや、ディスカバリーチャンネルでアメリカ側から第二次、世界大戦を見るたび、あなたは彼らの仕事を目にしている。それが彼らの遺産だ。メディアを再生する、ウィニング・ユア・ウィングス1942年、ジェームズ・スチュアート主演メディアを再生する、ザリア・ガンナー1943年、バージェス・メレディス主演メディアを再生する、 リコグニションオブザ・ジャパニーズゼロファイター1943年ドナルド・レーガン主演メディアを再生するウィングスアップ1943年メディアを再生するミスター・カメレオンザ・スター・オブカモフラージュ1944年メディアを再生するザ・アース・コーホエ・カーズ1944年メディアを再生するザ・ファイト・フォー・ザ・スカイ1945年メディアを再生する ウィングス・フォーディスマン1945年第一、映画舞台の編成以前にワーナーブラザースが制作した主な航空軍関連作品は以下の通りである。その後、訓練映画の需要が拡大する中、ワーナーブラザースだけではこれを満たすことが難しくなり、航空軍の舞台としての第一映画舞台が設置された。 1> 第1映画舞台は1942年から1945年にかけて400本以上の映画を制作したが、その多くが紛失ないし破棄されたために現存しない。第1映画舞台が制作した主な航空軍艦連作品は以下の通りである。ディレクター・ナレーター、ありがとうございます。